本日11月7日、京都府高校駅伝が行われまして、都大路で全国制覇を目指します。洛南高校が優勝されました。タイムが2時間5分24秒ということで、非常に良いタイムで、ね、ゴールされまして、都大路、本番非常に期待できるなというふうに思いましたので、1区から振り返っていきたいと思います。1区は佐藤選手です。佐藤選手はね、1500m、5000m で高校記録保持者で、今シーズン絶好調ですね。で、区間2位の選手とね、1分以上の差をつけまして、独走で走りました。1500m、5000m を得意としている佐藤選手なんですけど、で体も非常に大きいんですけど、10キロもしっかり走れるということで、当然ね、5000m も速いんで、10キロ走れるだろうっていうふうに思うんですけれども、それでも長い距離、しっかり走れるなという印象です。高校生は回復も早いんで、非常にね連戦だったと思うんですけれども、高校駅でもねしっかり走ってきたなという印象です。2区は2年生の浅川選手ですね。浅川選手は2年生ながら 5000m14 分前半の記録を持っておりまして、この日もね、きちんと短い最短区間ですけれども区間賞を取りました。3区の溜池選手、3年生ですけれども、この選手もね、5000m 13分台を持っておりまして、インターハイも 1500m で出場されている実力者です。区間2位を、この選手もね、全区間区間賞を取ったんですけど、溜池選手も、区間2位の選手をね、1分30秒ほど差をつけるということで、いい走りをされておりました。もうずっと独走だったんですけれども、4区は、宮本選手、3年生が、走りまして、この選手も 1500m 3分台、そして 5000m は14分6秒ということで、非常にいい選手がね、長距離区間走れる選手がね、たくさんいて、すごいなというふうに思います。宮本選手も1分近く区間2位の選手をね、引き離す走りで区間賞に輝いております。5区は2年生の桜井選手ですね。桜井選手は 800m だったり 1500m をメインにやってる選手で、800m はね、もうすでに1分53秒なんですよ。まだ2年生ということで、来年ね、1分50秒切り期待したいなというふうに思いますし、3000m、3キロ区間ですけれども、ちょっと距離が伸びた3キロ区間で、しっかりね、走り切って区間賞を取りましたので、全国大会でもね、期待したいなと思います。6区は小島選手です。小島選手も2年生なんですけれども、1500m は3分台。そして、5000m に14分。9秒ということで、14分1桁をね、高校2年生の段階で出しているということで、そして、アベレージも非常に高くて、14分台前半の、5000m 14分台前半のレースもね、何本か走っておりますので、非常に全国大会期待できるんじゃないかなと思っております。そしてアンカーは3年生の前田選手です。前田選手も区間賞を取りましたけれども、前田選手はね、800m で、ね、インターハイ3位、800m をね、メインとされている選手、中距離選手なんですけれども、5000m、先日走られまして14分1桁で走っておりますので、力は非常に強いですよね、ありますよね。都道府県大会では競り合う場面って多分ないと思うんですけれども、全国大会行けばアンカー勝負になることもねゼロではないんですよね。だからそういうことを想定して前田選手をアンカーに置いてるのかななんていうふうにちょっとだけ考えましたけれども、全国でもしね後半最後、競り合った場面が出てきたとしても、前田選手ほどね足の速い選手って言ったらなかなか長距離選手でいないので、そういうスピードをね全国では生かしてほしいなというふうに思います。でこの7人でね全区間区間賞を獲得されまして、2時間5分24秒ということで、かなりの好タイムでね優勝されました。もちろん、都大路ではね全国高校駅伝では2時間5分台だとちょっと入賞は厳しいのかもしれないんですけれども、ここから仕上げていって、まだまだね記録の伸ばせそうな区間も非常に多いですので、しっかりね、ここから記録伸ばしてもらって、ぜひ、日本高校最高記録はもちろんですけれども、留学生のいるチームにね、バンバン挑んでもらって、優勝を狙ってほしいなと思います。以上。